え、皆様こんにちは木村よし子です今日は2022年11月18日金曜日ですね今日のテーマは個人投資家のためのいける割安株探しと題しましてお送りいたしますぜひ最後までお付き合いください えー、さて、北朝鮮からミサイルが飛んできたというニュースでですね、金曜日、ちょっとね、した話題となったわけですけれども、日経平均株価は30円安というところでね、とどまりました。終わり値は27,899円77銭。講、ま、演、あ、会でも申し上げたんですけれども、大体いい27,000円から28,000円が居所のいい水準である、えー、推移しているんですけれども、この水準を、 下に居ず抜けた時はね、買いチャンスですよということですよね。今のところ大きく値下がりしてないんですけども、まあ、今後また2万6千円なんていうことがあったらですね、買ってみたいなと思いますね。 さてえ、今日は割安株を探そうということなんですけども、え特に目を引きましたのが日記層ですよね。6376。なんと PR が4.1倍、PBR0.55 倍ですからね。一体この日記層に何が起こったんでしょうえ。こちらですね、11月14日発表の決算発表の中身が気になるところですね。早速見てみたいと思います。 さて、えー、日記層コード番号6376なんですけども、過去の足取り見ますと、ものすごく激しく動くんですよね。なので、まあ、今回ですね、えー、非常に情報修正をしたということなんですが、中身をしっかりと押さえておかないと、 片透かしになり得ますので、まあ、ちょっとしっかりとね、調べていきたいと思います。まずですね、11月14日発表の内容によりますと、この売上は若干ね、この下方修正したんですけども、一株純利益がですね、まあ、3倍近く増加したというところがミソですよね。そしてこの会社の事業内容は、 化学用の機密ポンプの採用手ということですから、例えばリチウムイオン電池関連ですとか、原子力ですね、そして電力設備工事などなど該当するビジネスがありますので、まあ何があその情報修正の決め手となったのかというところをね、まあ、決算の中身をヒントにしていきたいと思います。 決算単身を見ますとですね、まあ4つのセグメントのうち、インダストリアル事業は引き続き旺盛、半導体や自動車関連の投資も活発だったことから、受注は拡大しましたと。宇宙、航空宇宙事業に関しましては、小型機のこのね、回復があるんだけれども、中大型機の需要回復はまあ遅いんだということで、当面厳しい状況だということですね。あとメディカル事業。 えー、血液の透析装置は需要は旺盛で受注は堅調。しかしながら国内全体で まあ、やっぱりまだ部品のね、あの、不足感があるんですね。なので、納期の調整が影響しまして、多少販売が減少。収益面でも、原材料の供給不足、価格高騰が継続し、大減益ということですね。そして、ヘルスケア事業。想定よりも販売が低迷ということですね。じゃあ、何がその情報修正の決め手だったかと言いますと、この、子会社ですよね。連結子会社の、 おこの譲渡があったんですね。そこでそのね、譲渡益の発生がありましたよということですね。なので今後の業績はやはりこの各国の、えー、そのサプライチェーンがちゃんと整備されて部品の納期にあまり心配しなくても良くなってそして原材料の高騰が収まらないとこのね、えー、上昇トレンドに、えー、この 幅寄せできていくような業績が付随してこない可能性がありますね。やっぱり決算単身読むのが大事ですよねえ。ではですね、個人投資家のためのいける割安株探しとしましては、まあ、こんなところもあるんですよね。悟り電気、コード番号7420ですね。今日は1364円で始まって、高値は20円ほど高かったんですよね。そして安値が1358円。 PR が予想ベースで11.3倍え。そして、えー、予想配当利回りは4.50ですからね、悪くないですよね。PBR は0.68倍というところですね。まあ、割安株ですよね、割とね。そこで、えー、チャートの格好を見てみますと、なんかいい感じじゃないですか。 そしてね、この会社は、このね、7月14日発表ベースの決算端子によりますと、まあ、若干プラスなんですけどもね、まあ、この会社の中身に迫っていきたいと思います。サトレ電機さんはですね、こちら、あの、照射機能と、そして製造機能と、設計開発機能を有した半導体関連、 会社ですよね。そこでですね、まあ、こんなものをやってるよということをホームページから見てみまして、昨今のニュースでですね、どんな取引先にどういうふうに使われているのかということを調べてみました。NEC ファシリティーズがですね、工場の安定稼働見守りサービスを開始しましたよと、漏洩電流の測定と分電盤点検に、こちらのサトリ電機のこの絶縁監視装置を使って で、おりますということですね。これから国内生産が、前よりも強く推進されるということを考えますと、サトリ電機さん、これからも業績の支援材料があるように感じますね。そこで、個人投資家のいける目柄ではないかな。しかも割安感あるし、ということで、サトリ電機、注目してみたいと思います。で、株式投資で大事なことはですね、今ピカピカの会社よりも先を見ますからね、 え、将来性はどうなのか、将来の成長投資はどんな風にやってるのかなというところも気になるところですよね。そこでジェトロの記事でサドリ電気、ジバ半導体卸販売業者とインド市場に本格参入というね、記事を見つけました。こちらはあ今年の6月23日の記事です。電子部品の 卸売販売や各種機器向けのソフトウェア開発、システム設計、試作などを手掛けるサトリ電機株式会社は、同社が取り扱う、車載用のセンサー IC 商材を手始めに、インド国内の出資先である 会社の顧客に対して本格的に営業を開始したことを明らかにしたということですね。これが今後のサト電機の業績の支援材料になる可能性も考えたいですね。さて本日の気になる銘柄、サト電機ですね。7420。まあ、株価はこんな形で、えー、こうね、ちょっとタイトに上がってきてますので、高値掴みにならないように気をつけながら、こちら、5月と11月ですね。 まあ、決算の発表があって、こちらは5月が本決算ですね。ということは、11月の中間決算の後、1月ぐらいにまたね、現状の報告があると思いますので、え引き続きマークしておきたいなというふうに思います。えこちら、加賀電子さんが筆頭大株主ですね。さて、 えまあ、こんな話をですね、明日19日ですね、お昼の13時からですね、約60分間ですね、株主手帳さんの主催のですね、このオンラインセミナーでお話しさせていただきます。えこちらの株主手帳の 上田編集長、そして私、そして若手人気 YouTuber のケンさんと3人でお送りいたします。まだお席に10席ぐらいね、お申し込み余地が残されておりますので、もしもこの動画をご覧になって、私も申し込みたいという方がいらっしゃいましたら、こちらあの株主手帳さんのホームページなんですけども、ここの上に株主手帳ウェブセミナーっていうね、ここをクリックしていただきますと、お申し込みができるようになっております。えー、明日の 13時からスタートして60分間ですのでね、ぜひ間に合えばご参加くださいね。というわけで金曜日、あっという間にね、1週間終わりました。また来週月曜日、何か面白い話をお届けできたらなと願っております。明日のオンラインセミナーでも今日とは違う銘柄を申し上げる予定ですので、ぜひですね、えー、来週の投資の参考にしていただければ嬉しいです。それでは1週間お疲れ様。また来週お目にかかりたいと思います。 皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますのでよかったらお願いいたします。それでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいね。 また様々研究してお届けしてまいります。